それでは、ブロッコリースプラウトサプリメントはどうでしょうかどんな製品を買えばいいのでしょうか自閉症や発達が遅い子の場合何ミリグラム摂取しなければならないのでしょうか私個人の試行錯誤を申し上げますと私は最初オンラインで購入できるさまざまなサプリメントを手に入れて実際飲んでみたりまたセンターを通う自閉症の子どもたちにも配りました配るとき私は期待に満ちていました。 先生、うちの子供がこの前くださったブロッコリースプラウトサプリを飲んでとても良くなりました。こんなお言葉をいただけると思っていましたが、現実は違いました。子供たちには何の反応もなかったのです。なので私は気になりました。なぜサプリメントが効かないのでしょうか。顔料が少なすぎるのか。果たしてサプリメントでスルフォラファンの摂取が可能なのか。という悩みに陥って、 切実に劇の研究資料を読むようになりました。この実験では J 社の製品6カプセルと 40g のブロッコリースプラウトを血液中のスルフォラファン濃度と比べてみましたがご覧の通り結果はサプリメントを摂取した場合スルフォラファンの濃度がブロッコリースプラウトに比べて著しく低く検出されました。そうです。サプリメントにもスルフォラファンが力不足でした。それならば 我々が信頼でででき、き確実スルフフォラァンを摂取できる製品はどこにもないのでしょうか、という疑問は決して私だけではありませんでした YouTube には1992年にスルフォラファンの研究を模様したジョンズ・ホプキンス大学のドクター・ジェド・ファヒー教授の講義映像がありますが以前からジョンズ・ホプキンス大学ではスルフォラファンを臨床実験に使用するために本人たちが直接研究室で ブロッコリースプラウトを栽培し乾燥させ細菌検査とスルフォラファンの濃度を検査するなどやっとのことでスルフォラファンが含まれた少量のブロッコリースプラウトエキスを生産してきたのですそして2014年度に自閉症の研究結果が発表されジョンズ・ホプキンスが製造したブロッコリースプラウトエキスに対するニーズは急激に増えています例えば臨床試験に参加した自閉症児の両親は ジョンズ・ホプキンス大学の研究員たちに私の子供がこれまで飲んでいたスルフォラファンを飲ませ続けたいんですがもっと購入できませんかと聞いたり周りの自閉症児を育てる両親たちも訪ねてきてスルフォラファンを求めるそうですしかし大量のスルフォラファンを生産するためにはジョンズ・ホプキンスはただの小さな研究室のみで増え続ける要求を満たすには力不足だったのです結局、2015年に、 ジョンズ・ホプキンス大学でこれ以上生産ができなくなり製造作業を諦めてサプリを製造する会社にこの作業を任せることになりますしかしまたこの作業はしっかりとした会社にしか任せることはできないため研究員たちは市場で販売されている製品のスルフォラファン顔料を調査し検査して最終的に最も安全にスルフォラファンが提供されると確信できる一つの会社の製品を選ぶことになります この製品がニュートラマックスラで製造されたアブマコルアブマコルという製品です。ジョンズ・ホプキンス大学で実行した検査によるとアブマコルはジョンズ・ホプキンスで製造したブロッコリースプラウトエキスと同じ生態利用率を持ちながらアブマコルを通じて私たちはスルフラファンを摂取することができると確信することができます。その理由は なんとアブマコルが臨床試験で最も多く使われる製品だからです。最近スルフラファンの研究を評価した論文を見ると2020年からスルフラファンを調査した大多数の臨床実験でアブマコルが使われていたことが確認できます。それならばアブマコルこれがまさに自閉症の子どもたちにスルフラファンを提供できる方法なのです。他の製品と比較して非難しているわけではありません。 私が申し上げるのは、アブマコルはスルフォラファンを開拓し、30年間研究してきたジョンズ・ホプキンス大学で検証された製品であり、少なくとも我々はこの製品を摂取すれば、有効な顔料のスルフォラファンを摂取することを確信できるということです。